こんにちは。超集中空間プロデューサー、マイセルフ前橋方開校の北慎吾です。今日は後期選抜の、試験時間についてお話をしてみようと思います。で、試験時間なんですけども、ほとんどの学校がですね、試験の時間50分です。はい、どの教科もだいたい50分でテストを行っています。ただ、学校によってですね、試験時間というのは変えていいことになっています。はい。ですので、50分じゃない学校もあるんですね。例えば、今ここに、高校のですね、令和2年度の実施要項があるんですけども、ちょっと見てみますね。そうすると、例えば、前橋高校は数学が60分になります。実は結構数学60分の学校多いんです。はい。で、他にも、前橋南高校が数学は60分。それから、前女も60分ですね。前女も数学は60分。それからですね、高高は数学だけではなくて、国語も、数学と国語が60分ですね。はい。で、高崎北高校も数学が60分。高女も数学60分ですね。はい。他にもですね、霧高も数学は60分。それから、キリジョも数学60分ですね。伊勢崎高校と、あと伊勢崎生命も60分、数学60分です。はい。あと、太田高校とか、太田東、太田女子も数学が60分。まあ、ちょっと前橋の近隣ということで紹介をさせていただきますが、以上の学校が数学が60分であったり、ここが国語が60分であったりということで、テスト時間が50分ではなく60分にしている学校があるということです。はい。ですので、自分の受ける学校がテストを何分なのかなっていうのはぜひ調べておいていただきたいと思います。で、まあ、この時間があればできるという生徒が欲しいというのは、まあ、当然見えてきますよね。50分ではちょっと時間が足りないけど、60分あったらできるよ。つまり、ちゃんとできる子が欲しいというのが見えてくると思います。ですので、時間配分も意識する。で、ちゃんと時間があれば解けるという力も身につけていく。この2つが必要になります。はい。では、今日は、後期選抜のテストの時間についてお話をいたしました。どうもありがとうございました。